はい、どうもりです。ほんと、かぶっちゃった、はい、ということで、今日はね、フェスの情報をね、皆さんにお伝えしようかなと思ってるんですけど、まあ、SNS やってるみんなもわかると思うんですけど、フェスがまた開催されます。期間が2月17日から2月19日。はい、9時から9時までの48時間なんですけど、なんかね、お題がね、違うんだって。日本と海外で。はい。日本のお題がなんですけど、どれが好きか。あんこか、カスタードか、ホイップ。だって、なんか甘い食べ物の中で何が好きみたいな感じなんでしょうね。はい、ということで。わかった？触った？俺の中ではもう決まってます。俺もう、決まってます。もうこれ一番好きなの。もうこれ一番好きだ。他の二つなんてどうでもいいぐらいもう一個好きなのがあって、もうチーム決まりました。内緒だけどね、まだみんなには内緒だけど、決まりました。予想してみてください。まあさ、日本のはもういいじゃん。海外のさ、フェスどんなのか気になるでしょ。日本は普通なんだけど、海外すごいぞ。週末最高の日は金曜か土曜か日曜。なんだって。もう、なんだろう、あれがないみたいな。ネタがなくてこれになっちゃってた、みたいな。あと、打つ方が負けすぎちゃってて、打つ方の忖度で、だいたい土曜日好きじゃん、みんな。土曜。俺土曜好きだし。忖度で、打つ方を勝たせるために、これにしてんのかなみたいな。なんか、そういう噂されてます。海外すごいよ、なんかフェス。でも同じ期間にやるので、はい。ちょっとこれも気になるんだけどね。こっちもやりたいんだけどね。我々ホイップとかカスタードとかあんこでちょっと決めたいと思います。ということで、フェスの情報でした。ありがとうございました。